はい、どうもこんにちは。大阪芸術大学短期大学部客員教授の相葉大輔と申します。私はですね、動画を撮影する授業、動画の編集の授業を担当しておりますけどもね、その中で最近思うこと、あとですね、私個人的にインスタグラムとかにいただいたコメントとかで最近感じたこと、皆さん苦労してらっしゃるんだなと思いまして、この動画を作ることにしました。スナップ写真が簡単に上達する方法とはいうものの、まあまあ動画的なタイトルですよ。これはスナップ写真が簡単に上達する方法ではあるんですけども、何を撮るかっていうことをね、ちょっと考えてみた方がいいんじゃないかなと、そこが根本です。一つ写真をお見せしますね。この写真いかがでしょうか。この写真はですね、まあ、何を撮ったというわけではないでしょうけども、でも被写体としては画面内に写っているものとしては、ものですよ、ものとして写っているものは芝生、それからなんか柱が立ってますね。芝生と柱しかありません、ものとしては。ちょっとコントラスト上げてみましょう。キュッとくっきりしましたね、コントラスト上げるとね。でここからさらにモノクロに変換します、白黒ニッチに変換します。白と黒だけで構成すると、一番目立つものっていうのは何でしょうかね。実は影なんですね。ポールの影、柱の影なんですね。もうお分かりでしょうか。カメラのセンサー、まあカメラのフィルムでもいいんですけどもね、感光、感じる光と書いて感光と言いますけどもね、カメラのセンサーは光を感じ取って絵として、 2D の絵として残すわけですよね。ということは我々何を撮ってるかっていうことなんですけども、芝生を撮る、柱を撮るではないんですよね。そこをフレーミングした際に光と影を残してるわけですね。光っていうのは何も直接的なピャッとライトから放たれるピャッという、太陽から放たれるピャッという光だけではなくて、それが我々に当たって跳ね返っている、反射している光を今カメラで写し取ってるわけです。このことを念頭に置かないといけません。私今ね、帽子をかぶっていますけどもね、これを深くかぶるとここ顔の影がちょっと深くなったというか、顔に影がかかってきましたね。これパッと上げると明るくなります。はいはい、まあ私というおじさんがいますね。おじさんを撮影してるという、そういうふうに受け取らずに、これこの光と影を映すっていうふうに考えた方がね、分かりやすいんではないかなと思います。授業をやっていてですね、学校でやってる授業の中でシナリオを書くという授業もあるんですけどもね、シナリオを書いてもらって、やっぱりね、つまずくというかね、考え方が難しいのかなっていう部分は一つ、なんて言うんですかね、形容詞になってしまうというんですかね、わかりますかね。シナリオって何のために書くかっていうと、映像化する前提なんですね。映像化する前提に書いているものなので、映像化できないことを書いてもしょうがないんですよ。シナリオを書いて、例えばプレゼンしたりとか、撮影するための台本にしたりとかするわけですね。何を撮影するべきなのかということをね。私今どんな気持ちでしょうか。どんな気持ちでこれ喋っているでしょうか。映りますかね、そういうことは。映らないんですよ。私は今ですね、ひどい鼻炎に悩まされておりましてですね、ちょっと息苦しいなと思ってます。鼻伝わりますかね。なかなか伝わらないんじゃないかなと思います、そういうことっていうのは。それを表現するのが映像なんですね。どのようにすれば伝わるかっていうことなんですよ。授業で
やることとしてはですね、こういったデッサン人形を使って、これで喜怒哀楽、それを表現してくださいっていうものをやりました、授業では。まあ好きにポーズ取れますよね。好きにポーズは取れるし、どういうアングルから撮るのか、でどういう背景で撮るのか、どういう照明で撮るのかっていうことを選ぶことができます。それを全部やるわけですよね、意識して。これで勘のいい人は伝わったかな。要はシナリオっていうのは何を書かなくちゃいけないかっていうと、悲しい人がいる、これダメです、撮影できません。そういうシナリオをもらって、カメラマンが悲しい人撮影できません。例えば、崩れてうつむいて泣き叫んでいる人がいる、それを上から撮る、それとも煽りで撮る、いろんな撮り方がありますね。どんな照明にしましょうか、スポットライト当てましょうか、光を回しますか、いろんなことが考えられるわけですね。楽しいにしてもそうですね、楽しそうな感じにしないといけません。楽しそうな感じで、しかも楽しそうなポーズをそう見えるように撮らなきゃいけない、そう見える照明にしなくちゃいけない、これがなかなか難しいところですね。照明を作る作らない、まあまた別として、照明を作る方はね、まあスタジオとかで撮ってらっしゃる方は照明自由自在に作ることもできますけどもね、ことスナップ写真とかにおいてはあまりこう照明を作るとかってね、意識されない方も多いんじゃないかなと思います。私のインスタグラムなんかにも、どうすればこんな写真が撮れるんだろうみたいなね、そういったコメントが来ましたけれども、物を撮らない、本当に物、オブジェクト撮らない、光と影を撮る。もう一個写真をお見せしましょう。こちらの写真ですけども、これ構成してるものとしては、テーブルというかカウンター、そしてグラスが置いてあってお水が入っています。そして窓ガラスの桟がありますね。そういったもので構成されてます。ものとしてはね、オブジェクトとしてはそうなんですけども、絵を構成してる要素としては影がすごく重要な部分を担ってると。だから、まあ、影を避けて通ることはできないわけですね。よく芯を写すと書いて写真と言いますけどもね、芯を写すと書いて写真、ただ我々がやってることとしては撮影です。撮影、影を撮ると書いて撮影です。影を撮ると書いて撮影、まあ、言ってみれば光を撮るってことは影を撮るってことと同義ですよね、ほぼね。さっきも言いましたけども、これはい、影が差すだけど、こう上げると反射光が出てるね、明るくなった。撮影とはそういうことというのを意識してみると、案外ね、これ簡単なんですよね。もう二極化というか二元論にしてしまえばいいんですよね。光と影だけ見て撮る。写真を始めるにあたって、例えばね、子供の運動会を撮りたいとかね、子供の成長記録をね、例えばバースデーパーティーとかをね、いい感じに撮りたいとかね、そういったことで始める写真っていうのがあったりもしますけどもね、そうなるとね、その息子なり娘なりっていうのをね、
取ってしまうわけですよね。でも実はそうじゃないかもしれないっていうことをね、考えてみるとね、ガラッと変わるかもしれません。息子を取ってるんじゃない、娘を取ってるんじゃない、その子供に当たってる光の反射を受けている、で影になってる部分がある、そういうのも含めて絵として構成してるんだというふうに意識するとガラッと変わるんじゃないかなと思います。だからスナップ写真とかを簡単に撮るっていうのは物を撮らない、極論ですよ、物を撮らない、オブジェクトを撮らない、被写体を被写体として見ない、これに尽きるんじゃないかなと思いますね。こと映像におきましては、例えば映画とか、あとカット割りする動画なんかね、これもね、学生にまあいろいろと言ってはいるんですけども、カット割りするとカットつながってないとダメだから、映像として一連のシークエンスとしてつながらないとダメなんですね。映像になってくるとね、物を意識しない、物だと思わない、光と影が面白くなった時、明と暗が、あるいは黒と白が面白い関係になった時、面白いフレーミングができるなと、あるいはフレームの中で面白い位置関係に来た時、この時にシャッターを切るっていうふうにするといいかなと思っております。まあこれやってみると面白いと思いますよ。デッサン人形で喜怒哀楽を撮ってみる、表現してみる、なかなか初心者の方とかにはね、難しいんではないかなという気がしますね。まあ芸術系の大学出てる方の中でもね、映像とかデザイン絵画の方々は必ずデッサンの授業があります。デッサンの授業によって光と影を見るっていうことを身につけていくわけですね。普通にこれ絵を描いてっていうと、まあ小学校の低学年ぐらいだとガーッとクレヨンでアウトラインを取っていきますね。このアウトラインを取っていくと思います、絵を描いてっていうとね。それはおそらく物として認識してるのかなという気がします。ここに物はないと思ってください。物はなくて光が反射してくる、そして陰影になってる部分がある、それを意識する、いいですか。こうするとここの腕の部分、ハイライトと中間色と影になってる部分がありますね。こういうのを意識していく。腕を取るじゃなくて腕がこういう光線の状態にあるというわけです。まあそういうことを意識して、撮っていくと、ひょっとしたらガラッとものすごく簡単に皆さんの写真は生まれ変わるんじゃないかなという気がします。物だと思わない、もう何回も何回も言いますけどもね、このなんて言うんですか、我々人間が認識してる今目の前にあるもの、これを例えばここにスマホがありますけどもね、スマホだと思わずにこういう光が反射してくる物体だと思うしかないです。世界の中にこういう光が反射してくる、なかなか難しいですよね。パッと見て、あ、スマホだって思っちゃうから、これパッと見て、あ、スマホだって思うんだけど、一回それを外してみて、こういう光こういう影がある、そんな風に考えてみてください。そういう風に考えられれば、ものすごく撮影は変わります。っていうか撮影、影を撮ると書いて撮影まさに撮影ができるようになるんじゃないかなと思っております。はい、今日は以上です。